こんにちは、ゆこです。いつもご視聴ありがとうございます。今、私はニューヨークの JFK 空港に来ています。今から日本に帰国します。私はよく JAL で帰国するんですが、今日はめちゃくちゃ久しぶりに夜の便で帰ることにしました。JAL はニューヨークから羽田まで1日2本出ています。お昼と夜の便があって、お昼の便だと新型 A350 の飛行機だったんですが、東京に朝着きたかったので夜の便にしました。もう夜の10時を過ぎているんですが、夜遅くなると空港がガラガラです。私がお昼に空港に来るときはいつも結構混んでいたので、静かで混雑していないのはいいなと思いました。空港でチェックインを済ませて、行くところはいつもと同じで JAL が使用しているラウンジへ向かっています。ラウンジに到着しました。中はとても綺麗で、夜は混んでいないので良かったなと思います。お食事は日本食ではなく洋食です。スープやクッキー、チーズ、ハム、サラダバー、メインにチキンとかですね、結構いろいろあります。もう夜ご飯を食べるにはもう十分じゃないかなと思います。こちらがチキンとシュリンプとマッシュポテト。室内もとっても広くて、本当に人が少なくてよかったなって何回も言いますけど。そしてもちろんお酒もフリーです。ワインもシャンパンもあるし、あとジュースもあるし、アイスティー、ソーダ、そして缶に入ったお水ですね、こちらになります。初め一緒見た時にスパークリングかなと思ったんですけど、普通のスティールでした。ラウンジでね、あんまり食べすぎると後で機内食が食べれなくなってしまうので、ちょっと控えめにしないといけないなって思いながら、いつもラウンジでめっちゃ食べてしまうんですよね。で、今回もラウンジで、これだけにしとこうと思ったんですけど、このトマトのスープがめちゃくちゃ美味しくって、おかわりしてしまいました。本当にここのラウンジはなんか心地よくって、でデザートもちょっといただいたんですけど、デザートのオプションはそんなになかったなって感じです。そしてちょっと空港内もちょっとなんかブラブラしてみようかなと思うんですけども、これは何なんだろうって初め思ったら、なんかスキャンするあと QR コードを読み取るとなんかマップが出てくるようです。これなんか別にこれ自体は何の意味もなかったのかなってちょっと思いました。で、空港は本当さっきも言ったんですけど、もう夜行くと本当ガラガラで、一つちょっと注意しないといけないのは、なんか閉まってしまうトイレもあったので、ちょっとトイレはね探した方がいいんじゃないかなと思います。で、 JFK 空港の中にはこんなねサラダのねベンディングマシーンがあるんですよ。これ自動販売機なんですけど、皆さんどうですか？ヨーグルトとかサラダを自動販売機で買いたいのかとかね、私はちょっと思っちゃったんですけど、すごいフレッシュなものですよね。なんですけど、これ結構ね売り切れ品が出てたので、売れてるんだろうなと思いました。そしてやっと飛行機に乗ることができました。ラウンジはとても心地よかったんですけれどもね、これがビジネスクラスです。 JAL のこれはね、まだ古いタイプなんですよ。お昼の便に乗ると A350 でね、新しい便だったんですけども、今回は昔の飛行機と同じで、去年も同じものだったと思うんですけど、ちなみに私が座っているのはプレミアムエコノミーです。もういつかねビジネスとかファーストクラスに乗ってみたいんですけど、はい、未だにプレミアムエコノミーです。で、この時は夜なのかな、普段だとちょっとブランケットがもうちょっと薄かったような感じがしたんですけど、これはなんかちょっとお布団っていうかカンフォーター系のものが出てきて、これすごく暖かかったです。っていうかこうついてくるものはね一緒でした。で、ヘッドセットが来て、で中に入ってるものはいつもと一緒、耳栓とアイマスクとこのモイスチャーマスクですね、これ結構私使います、飛行機乗った時に。で、歯ブラシを1本いただけます。でもプレミアムエコノミー私結構気に入ってて、結構快適と思うんですよね。
で、ここでさっと展開が早いんですけども、この夜の便の一つ違うところは、乗って1時間ぐらいでご飯出るのは変わらないんですけど、やっぱり夜中なんですよ。今もこれニューヨークの時間だと、もう2時、夜中の2時過ぎてるぐらいの時で、こういうね、あのランチスタイルの軽食っていうんですかね、機内食が出されます。これは本当にちっちゃいサンドイッチとポテトチップス とクッキーですね。で、これを夜中の2時に食べれるかって言ったらちょっと疑問なんですけどもで、これがライスプディングです。で、あんまりこの時間に食べてる方は少なかったんじゃないかなと正直思います。そしてドリンクをいただけて、で、だいたいこういうのはなんかランチ形式なので、ちょっともうちょっと後で、機内の中もねちょっと暗くなってるんですよ、夜中なので。で、みんな寝てました。では夜食で頼んだうどんでスカイ、そして CA さんが私がうどんでスカイ頼んだので、お腹が空いてるだろうと思ってドライ納豆を2つ一緒に持ってきてくださいました。とっても優しい。で、このうどんでスカイ、普通のカップヌードルなんですけど、結構美味しいです。すごいサイズはね、すごくちっちゃいんですけど、まあちょっとねお腹が空いた時に食べるのにはいいかなと思います。そしてこれはエコノミークラスにいつも置いてあるスナックです。種類はもっといっぱいあるんですけど、ピザ味のオットットがあったので取ってみました。そしてこのチョコレート。スナックとドリンクのサービスがあったら、そのすぐに次は機内食になります。こちらが2回目の機内食です。2回目の機内食は着陸する3時間ぐらい前だったと思います。今日のメニューはすき焼きビーフだったと思います。そしてこんな風にサイドディッシュが結構ついてきて、で、最後にポテトサラダ、ハムもちょっとついてるポテトサラダがあって、お味噌汁ですね。ジャルのお味噌汁、味が濃くてとても美味しいですよ。そしてこれを映画を見ながら食べてます。で、ハーゲンダッツのアイスクリームもついてきます。ニューヨークから出るときはいつもバニラやなって思ってるんですけど、これからもこのチャンネルでは英語、アメリカ、ニューヨークについてなどいろいろな動画を上げていきます。チャンネル登録してまた遊びに来てくださると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。Thank you for watching!